多分動画では言ってないけど、バイクとか乗ってるとさ、ポイントが出てくると思うよ。それをカンストするまでやったらどうなるかをやりたい。このバイクがあって思うんだけど、バイクってこんな感じでさ、スコアがあって思うんだけど、これを無限に貯められる方法が見つかったらしいから、こういった何かっていうと、まあ、簡単にこの柵に乗るだけだけど、柵に乗る前にこの前輪を上げるやつ、これをやりながら乗るらしい。こんな感じやばい、通常マッチがクリアできる気がしない。クリなんか通常じゃクリアできる気がしない。オッケー、これならいけるべ。やっと動かなくなった。やばい、時間だけが無駄に経ってた。おお、110、あんな感じらしい。めっちゃ時間だけ捉えてる。しかも特に何も起きない。絶対やらん方がいいわ。